千島文庫の生徒に聞いた千島文庫の魅力です。どうぞ。千島文庫はとても穏やかな校風で過ごしやすいです。先生方もすごく優しくて自分のペースで勉強することができます。学校行事では先輩後輩関係なく楽しめます。また県内有事のチアリーダー部があり、さまざまなイベントに参加させていただいています。津島文校は歴史ある学校です。少人数だからこそ一人一人が輝きます。せーの、津島文校に来てね。次は津島文校の先生に聞いた学校の魅力です。どうぞ。家庭クラブの活動や家庭科の授業がみんなで楽しくできるところです。先生と生徒の仲がいいことです。では津島文校の生徒の様子です。まずは登校風景です。どうぞ。これは登校中の風景です。生徒会役員が毎朝日替わりで挨拶運動をしています。皆さん気持ちのいい挨拶をしています。次は授業の様子です。どうぞ。津島文校では2年生から進学向けのカレッジコース、就職向けのビジネスコースに分かれます。少人数での授業により一人一人の学力に合わせた授業を受けることができます。次は午後の様子です。どうぞ。昼休みは体育館で運動をしたり、教室で話すなど様々な過ごし方をしています。ステップアップタイムの実施により基礎学力の向上に努めることができます。続いて部活動の様子です。どうぞ。中四国大会で5位に入賞することです。また周囲の人々を応援しながら私たちも応援してもらえる存在になれるように頑張っています。今の目標は一人でも多く全国大会に出られる選手を育成していくことです。今日は日本一で、今までたくさん悔しい思いをしてきたので、今年行われるインターハイでは必ず日本一をつかみに行きます。また部活動連携によって本校のさまざまな部活動に参加することができます。次は学校行事の様子です。どうぞ。これは体育祭の様子です。団体校リレーなどさまざまな種目があり盛り上がります。これは文化祭の様子です。各クラスや部活動、家庭クラブなどがさまざまな発表や模擬展を出しています。津島文校は強い意志を持って主体的に取り組み、真面目に努力する生徒を全力で支援します。津島文校へ来てください。